飯能市役所インフォメーションをお送りします。市民税、県民税の申告、所得税の確定申告の準備はお済みでしょうか。申告期間中は混雑が予想されますので、郵送での申告にご協力ください。はじめに市民税、県民税の申告についてご案内します。申告期間は3月15日木曜日までで、本庁舎1階6番窓口の市民税課で受け付けます。申告書は平成29年度市民税・県民税の申告書を提出した方に1月中旬に発送しています。平成29年中に飯能市に転入した方や退職した方には郵送していません。申告書がお手元にない方は、市民税課の窓口で配布しているものや市のホームページからダウンロードしたものをご使用ください。市民税・県民税の申告の問い合わせは市民税課へご連絡ください。続いて所得税の確定申告についてのご案内です。申告期間は2月16日金曜日から3月15日木曜日の平日と2月18日25日の日曜日2日間で、受付時間は9時からとなります。受付番号の発券は平日は8時30分から16時、日曜日は8時30分から12時までです。市役所では本庁舎5階501会議室で、平成29年分確定申告書 A 様式と市民税・県民税の申告書を受け付けます。申告できる方は、所得が給与所得、一時所得、雑所得、配当所得で1または2に該当する方です。また今年の申告の混雑予想はご覧の通りです。星が多い日程ほど混雑する傾向がありますので、ご注意ください。確定申告書の作成は国税庁ホームページをご利用ください。確定申告の会場ではご自身でパソコンを操作し申告書を作成していただきます。会場は大変な混雑が予想されるので、自宅などから国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーにアクセスし、申告書や青色決算書などを作成することをお勧めします。作成したデータは郵送または e-tax で提出できます。郵送先はご覧の宛先です。所得税の確定申告に関するお問い合わせは所沢税務署へお願いします。飯能市の特定健康診査受診率が埼玉県内40市中4年連続第1位になりました。引き続き積極的な受診をお願いします。飯能市の平成28年度の特定健康診査受診率は 48.3% となり、平成25年、26年、27年度に続いて埼玉県内40市中第1位となりました。市民の皆さんの健康に対する意識の高さが現れた結果です。特定健康診査は生活習慣病の予防につながる大切な検診ですので、今年度もぜひ受診をしましょう。今年度の特定健康診査は3月31日までです。まだ受診していない方はお早めに受診してください。特定健康診査の対象は国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方で、受診期間は平成30年3月31日までです。主な検診内容はご覧の通りで、無料で受診できます。お申し込みは市指定医療機関のうちご希望の医療機関へ直接お申し込みください。受診券の再交付を希望する方は保険年金課へご連絡ください。ご不明点等は保険年金課へお問い合わせください。平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。都道府県が財政運営の責任主体となることで、安定した財政運営を図ること、県内の統一的な方針のもと効率的な事業運営を推進し、安定的な制度の維持を目的に、
国民健康保険制度が公益化されます。平成30年度からは公益化され、都道府県と市区町村が共同保険者となって運営します。財政運営は都道府県が担当し、非保険者と直接関係する事業は市区町村が引き続き担います。手続きなどは引き続き市区町村の窓口で受け付けますので、国民健康保険の各種申請、届け出などはこれまで通り市区町村の窓口へお願いします。市区町村、都道府県の役割はそれぞれご覧の通りです。ご不明点などは保険年金課へお問い合わせください。第19回中学校音楽フェスティバル開催のお知らせです。飯能市内の中学生のフレッシュな演奏を聞きにぜひお越しください。第19回中学校音楽フェスティバルは2月11日日曜祝日13時30分開演で、市民会館大ホールで行います。参加校は三杉台中学校、加地中学校、飯能西中学校、飯能第一中学校で、ゲストは飯能ビバーチェウィンドオーケストラです。入場料は無料で全席自由ですので、皆さんでどうぞお越しください。なお、入場には整理券が必要です。整理券は市民会館、各地区行政センター、市役所地域活動支援課、市民活動センターで配布しています。満席の場合は入場整理券をお持ちでも入場をお断りすることがありますので、ご了承ください。お問い合わせは市民会館へお願いします。埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例の改正により、4月1日から自転車の損害保険等への加入が義務化されます。近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車の事故に関する社会的な責任が増してきています。埼玉県では自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済的負担の軽減を図るため、条例を改正し、自転車損害保険等への加入が義務化されます。これから自転車を購入する方は、自転車損害保険等に加入してください。すでに自転車を利用していて、自転車損害保険等に加入していない方は、速やかに加入してください。改正後は、自転車利用者は埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。未成年者が自転車を利用する場合は保護者などが加入してください。自転車を利用する事業者は、業務で自転車を利用する場合に自転車損害保険等への加入が義務になります。自転車貸付業者は、レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に自転車損害保険等への加入が義務になります。自転車販売店、学校に関しては、自転車損害保険等の加入確認、未加入時の情報提供が努力義務となります。ご不明点は、生活安全課へお問い合わせください。また、自転車で事故を起こさないよう、走行時は十分に注意してください。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。